2018年のスペルバウンドコアのハブモデルの3機種目、最後の1本が SCC63HXHST、はい、唯一サブネームが入っているテクニカルビッグベイティングです。テクニカルビッグベイティングですね、はいはい、僕が数年前から亀山ダムで金物クローラーベイトで結構魚釣ってきてて、もともとは 610H のプロトでやってたんですけれども、僕の跳ね物って投げてティップを立ててただ巻くっていう釣りではなくて、最初はそれでも出てたんですけど、今やっぱり投げる人が多くなってきて出なくなってきた。なんで下に向けて細かく、あ、そんな優しい感じ、あ、虫シェイクみたいな感じで、はい、だから岩盤際とか立ち木に落として引くんではなくてシェイクする。いい時だったらただ巻きでも出ますけど、やっぱりなかなか出ない。そういう時のために細かくシェイクする。なんで6点だと長いで63ハーフっていう長さにしました。でソリドティップを搭載していることによって細かくシェイクもできて、かつやっぱりそういう虫みたいに食ってくるんで、ついばむようなバイトが多い。ついばむようなバイトにやっぱりチューブラーだと弾いちゃうのをしっかり乗せられると。で食った後にここまでダブルフットが乗ってるんで、ロッド自体が結構曲がるんでバラしづらいですよ。でソリッドティップの部分でウェイト乗せてもらえれば、ちっちゃいフロック、小型フロックも投げれるし、バットはすごいパワーがあるんで、マックスは3オースぐらいまで。3オース、だから人気の例えば NZ とか、クローラーは僕これです。どっちも、はい、はい、NZ クローラーも投げるとき重いですけど、結局引くときはゆっくり巻くだけじゃないですか。だから全く抵抗がほとんどないじゃないですか、こうなってるだけだから。だからロッド自体が強かったら使うときにちょっとパワーが、はい、竿が勝っちゃう、はい、自分はあの NZ クローラー童貞なんですけど、はい、あれ今年亀山だとしたら、はい、何月ぐらいから5月以降、あ、スポーニングが終わって、はい、アフターで、はい、まあ、ライトだとピクピクとかが来るような、はい、あのぐらいからいけちゃいますか、はいはい、ちょうどバズベイトとか、はい、そういう系が釣れるような時期がいいと思います、はい、あ、頑張って、はい、あとはどんな、まあ、アベンタとかそういったやつが、アベンタも僕は基本アベンタ、亀山で一番使いやすアベンタ、あとダッチ、ダッチ、はい、あ、アベンタってなんか今種類いっぱいありますけど、僕は RS ですね。 RS、 あとは普通のアベンタクローラー、普通のも全然、はい、俺普通の釣ったことないんですよね、あれもまだ。普通のやつも釣れますね、はい、で終わりは何月ぐらいまで、あ、晴れ物、まあ羽生さん虫で1月ぐらいまでずっとやってるから、ね、あんまりでも10月ぐらいまでは出ますよ。10月ぐらいまではイージーに、はいはい、でこの竿で投げると、はい、投げる。だそれ以外、あとは羽物とかカエル以外だとジョイクロとか、はい、ブルシューターとか、はい、チビタレとかガンタレとかは投げられますよ。あとギルロイド、はい、はい、でもお高いんでしょ。お高いんですよ。25,500円です。ねえ、釣り具屋で並べると2万円前後ぐらいになっちゃいますね。そうですね、値引きしてるお店さんであれば、だ1割引いてもまあ2万2000円、はい、あ、何月ぐらいにこの新機種、今回の3機種は全て3月の末、3月末、はい、発売です。あとなんか聞いとくことあったかな。曲げますか。曲げてない、曲げてない。あー、いやー、こうなってんだな。これもソリッドティップですね。はい、ソリッドティップです。じゃあハブモデルはもう全部ソリッドティップでかなり味付けいろいろされていて、そんでまあ何にしてもハブさん本当毎週テストしてますからね。そうですね、週何ぐらいで行ってるんですかね。ひどい時は週3ぐらいで。ちゃんと仕事大丈夫なんですか。いや、仕事ですもん。これ仕事はい、大丈夫か。まあ、あとは離婚とかしないですか。しないです、しないです、しないです。一応チューブラーのモデルとか今後は出てくる可能性もあります、はい、あ、今、はい、今これ、まあ、後ろに福島プロと、はい、このハブプロ、このソリッドティップ対決ですね。勝手に今盗撮気味に撮ってますけど、はい、わかりました、はい、じゃあ、釣り具屋さん並んだら、はい、もうちょっと触り込んでみて、はい、ぜひ
お金があったら頑張って。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。